ビクトリア・アレクサンドラ・オルガー・メアリーは、イギリス国王エドワード7世とアレクサンドラ王妃の第二王女。愛称はトリア。1903年。母親のアレクサンドラ王妃、叔母のマリア皇太后と1868年、ロンドンのシティオブ・ウェストミンスターにあるマールバラハウスで、ウェールズ公、アルバート・エドワード王太子とアレクサンドラ王太子妃の第四子として誕生した。1月後に、 マールバラハウスで、ロンドン司教、アーチボルドテートによって、洗礼を施された。大父母となったのは、ビクトリア女王、ロシア皇帝アレクサンドル二世、ロシア皇太子、アレクサンドルアレクサンドロビッチ、この男公爵アーサー、ヘッセン大公子、ルートビヒ、ヘッセンカッセルルン砲白フリードリヒ三世、ギリシャ王妃、オルガ、デンマーク王妃、カロリーヌ・アマーリエ、 メクレンブルクシュトレーリッツ大公妃、マリー。テック公妃、メアリー・アデレード、アンハルト・デッサウ公費、妃、マリー。ビクトリア・アレクサンドラ王女は、マールバラハウスやサンドリンガムハウスで、家庭教師によって教育された。1885年のオバ、ベアトリスの結婚式や、1893年のアニオーク公爵、ジョージの結婚式では、ブライズメイドを務めた。 ポルトガル王大使カルロスをはじめ、何度か縁談の申し込みが舞い込んだが、生涯独身を貫いた。母アレクサンドラが結婚を思いとどまらせたため、と言われている。母の島で共に過ごし、その後は、バッキンガムシャーのアイバーに、自分の館を建てて生活した。ビクトリア・アレクサンドラ王女は、村の生活を楽しみ、アイバー演芸協会の名誉会長になっている。 1935年に自邸で皇居、ウィンザー城のセントジョー事礼拝道で葬儀が行われ、フラッグモアにあるイギリス王室の墓所に埋葬された。王女と親しかった兄ジョージ5世は、この死に大変なショックを受けたという、ありがとうございます。